長さおよそ40センチのキワニスドールです。さまざまな絵を描いて、医師が子どもたちに病気について説明したり、自分の好きな顔などを描いて励ましたりするのに使われます。倉敷中央高校でのキワニスドールの制作会は、社会奉仕団体の岡山キワニスクラブが開いたもので、生徒47人が一体ずつ丁寧に人形を作っていきました。足を入れるときにちょっと難しかったです。愛着が湧くような人形になればいいなという気持ちで作りました。自分が好きな絵を描いて、やっぱりこう愛着を持って、それにこう、ね、こう寂しい時にはこう話しかけたりとかいうことで勇気づけられてるんじゃないかなと思うので、まあ、本当にその思いが、ね、伝わればいい。今日作られたキワニスドールは県内の病院や支援学校などに送られます。